はい、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヒララファンタジア始めていきましょう。サマーフェスタ2022をやるみたいですね。あ、今日か。4月2日。出演者はご覧の通り。なんだって、ニューペーパーホール。ということで、ゆるキャンも映画化ということで、ご覧の通りです。大人のリン。そう、なんか、20歳以上になるみたいですね、リン。結構、びっくりしたかな。コルク、よろしく。入り用のものがあれば、うちの店に。デザには人間観察も大切なんですよ。1119か。アルケミストアップできる。キララポイントを稼がないと。無事に帰ってきました。ですね、行きましょう。成果はどうですか？頑張ってるわね。どうでしょうか。サイの仲良しだアップ。サイの仲良しだアップ。ちょっと後で。よくできました。こっちを、お任せ編成入れ替えて、こうして、行ってくるよ。こっちは入れ替えずに、入れ替えなあかんのか。みんなでお出かけするのって、入れ替えないのか。一時停止状態になっちゃってるのかな。もう止まっちゃってるような気もするんだけどな。コルク、よろしく。入り用のものがあればうちの店に来て。お金は大事。図書館ここで行こう。いつでも取れるからね。物語振り返り、キャラシナリオ、日だまりスケッチ、サイ。シングル、アイデアノート。あ、そうだ、これ音楽流したらダメなんだ。引っかかるんだ。落とします。あ、ユノさん待ってください。なんで？鳥も BGM 落とします。これ録画できてない部分がある。お姉ちゃんは短冊に何て書いたんだろう。遠くの星を見れば大昔の宇宙のことがわかる。まあ誰やってもまあ勝てます。
え、なんだこのコルク七夕バージョンって。行ってみましょう。しまぴこー、ふき、やれやれ。ですよね、知ってた。やりました。素晴らしい。おお、し、そう。恥ずかしい。うん。さあ持ってきた。私の敵じゃないな。こわっ。あ、遅い。耐久ミス。設定不安。思い切り投げて。倍速にしない。倍速で普通だったんだ。ボコボコにしちゃうぞ。遅い。もっと気合い入れて。こんなの一生だよ。血は抜かない。回復なんですね。戦いは2手3手を読む。やる気満々だよ。パスだ。なんだかんだでよかったな。あ、これってそうか、ビルトインのキャラって人間ターンなんだ。夏の大三角のアルタイルが彦星、ベガが織姫だよ。馬のせ、いや、多分これ、ああ。クエスト？小野坂沙織です。夏の大三角の第二節。うわあ。そうだね。
ありがとう。ねえねえ。はーい。じゃあ。そっか。ねえねえ。はーい。そうだな。じゃあ3節いってみましょう。これは赤か。シマピコうんそうだね。そうだな。でもさ、問題ない。お、何があったの？はい。お、不穏な感じ。そんな。でも、うん。柔らかくはない。ということは、すごい打者とは何人も対戦してきた。チャンスメイクしないと。あれ、やっぱおかしい。ボコボコにしちゃうぞ。夏の大三角のアルタイル。あれ？設定もう一回。なんかおかしいな。もういいや。
お姉ちゃんは遠くの星を見れば。うんうん。やってる。お姉ちゃんのバカ。うん。はいはーい。うん。素敵です。わーい。わーい。そうだっけ？いやいや。えへへ。なるほど。わーい。あ、そういえば。そうなんだ。どうしたんだ、ウキ。応援します。応援します。ボケなのか真剣なのか。わーい。どう？で？微妙。うん。そう。織姫と彦星みたいにミラと話されたら、私たちの夢は。わーい。わーい。あらあら、そんな。終わるのかな。ふふふ。やったー。ええ。サバルちゃんに応援してもらったら。うん。そうね。よくあるんだ。大ファンですから。増やそうかい。ですね。
遠くの星を見れば大昔の宇宙のことがわかる。次ですね、これは月属性ですかね。やっぱ2人しかいないから足りないや。じゃあ陽属性も合わせるともう一人クアルのみか。じゃあここに、コルクと星5を育てないとな。これ66の72になるのか。ミラ、よしみんな、がん。おお。怒ってますね。そうね。なるほど。怒ってる。お父さん許しませんよ。誰？止まってる？はい、甘たれ、誰って言うと。とりあえずスキップですね、はい。バトルをしないといけないはず。上等じゃないか。バトルはある。行くぞ。さあ、よーく見とけ。お姉ちゃんはすごいんだから。盛り上がってきたな。それ。これが基本でしょうね。こんなお味はいかが？私が決めちゃってもいいかな。こいつで決まった。お姉さんはすごいんだから。お姉さんしてました。勝利の味は格別だね。ドキ使いたかったな。遠くの星を見れば大昔の何節
やれやれ。認めんのか、結局。いかん。あれ？ご飯できたわよ。やったそうですね。そうだ。はいはい。はい。よっしゃ。おっと。誰？おお、すごい魔法少女みたい。ごくり。男の子かな男の娘と書いて。嘘だろ。そしてキーはエロ。確かに。ピヨ。どうした？え、何が起こったんだ？さらに。エロ。反対か。コリオ女王、ニナさんには負けない。負けない。嘘。そりゃ消す。あ、こうなるんだ。1万円もらえなかった。確か。あれ、お子ちゃん1万円もらえるのにかわいそう。かわいそうだな、使いが。懐かしい。遠くの星を見れば大昔の宇宙のことがわかる。ということで、私の七夕の願いは無病息災かな。いいですね、無病息災大事。どうしよう。コルク、よろしく。よく浮くよって下から読んでもよく浮くよだね。コインはでは余ってんだよな。後回しでもいいんだ。レベルが高くないとダメ。この絵どこを直せばもっと良くなるかな。鉛筆の HB って何の略だっけ。ハードボ…あのね、じ…わあ、ありがとうございます。さすがですね。
はよー。朝から何を鍛えるんだ。悪くないかな。そう、今日から強化素材も揃えないとな。そんなにいらんよな。9個もパワーアップ。わー、これめっちゃすごいやん。コルクは持ってないんだ、素材。商売も戦闘も度胸が必要。程度で交換できないのか。おはよう。要件は。こっちは今だけ。今のおすすめ。いつものか。果実は交換できるんだ。2つ。交渉成立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 。また来い。商売も戦闘も度胸が必要。じゃあこれで強化できんじゃないかな。あ、戦士の星結晶でいけるんだ。でもまだですね、まだいいや。戦士を
果実を使いました。トールさんに近づけたかな。この選手か、すげえ。選手ばっかり持ってるな。ポルカは幼馴染、絵のことはお任せください。あき、平面構成のテーマは光と影か。何をモチーフにしようかな。ポルカは幼馴染、クレアは可愛い。一応行ってみるか、召喚。おはようございます。噛んじゃいました。召喚とか、あ、サマキャンのピックアップ召喚もやってるんですね。一回だけやってみるか。開きますよ。一位ウイルス戦士か。とりあえず相手をぶん殴ればいい感じか。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。ポルカは幼馴染、はい、ということで、次回は、お姉ちゃんは遠くの星を見れば大昔の宇宙のことがわかる。七夕の別れ星シナリオクエストの続きをやっていこうと思います。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターをぜひご覧ください。ツイッターのフォローぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。